ジャック・ヒース・フットレルはアメリカ合衆国のジャーナリスト、小説家、推理作家。1875年アメリカ・ジョージア州に生まれる。劇場支配人などの職を経て、新聞をウィリアム・ハーストの参加にあったボストンのボストン・アメリカンの編集者になる。1895年に女流作家のエルメ・イ・ピールと結婚。1905年アメリカン市場に 思考機会の別名を持つ名探偵オーガスタス・ SFX ・バンドゥーゼン教授が活躍する推理小説13号独房の問題などを連載し人気を集めた。以後、思考機会ものの推理小説をはじめ多くの歴史小説や恋愛小説、政治小説やサスペンスなどを発表する。当時は大衆小説の名手としてアメリカのみならずヨーロッパでも評価されていた。 1912年、タイタニック号の遭難事故で死亡。思考機械ものの推理小説は、不可能犯罪ものが多いと言われ、MD ポーストのアブナーハクフと並びアメリカミステリーの古典として高く評価される。単行本として出版されたもののみ記す。フットレルの小説は、新聞、雑誌に発表されたものがほとんどで、単行本になったものは少ない。また、 タイタニック号の事故の時に何変化の思考機械弾が海に沈んだと言われている。HPB250 名探偵登場1ほか、ありがとうございます。